疲れ様でございます。水村です。本日もスニーカーズ、ゴッテム依存症の男、シャープ17ということで、本日もお届けしていきたいと思います。まあタイトルはね、いろいろ変わっておりますが、スニーカーズでゴッテムし続ける男からね、いろいろとこう変化、変更し続けて、今回はね、ゴッテム依存症と。もうここまで来たらね、自分自身でもね、もう歯止めが効かないなと。もう欲しいものはとにかく全部買うっていうような感じになっちゃってますけど、もちろんね、買いたいものが買えるっていうわけではもちろんないです。はい。今回ですね、7月度、スニーカーズ、ナイキアプリの方に抽選応募した期間としては、7月のですね、5日から29日までに発売されたスニーカーですね。こちらの方に、まあ抽選応募をさせていただきました。そして、まあ抽選に参加したスニーカーがですね、全部で、ダンということで、合計7足ですね。7足。はい。まあ意外と7月号に関してはね、欲しいスニーカーっていうのが限られていたかなという感じはしますけども、それでもね、大本命、ジョーダン1、トラビス・スコット、はい、リバース・モーカー。まあこれに関してはね、まあいいや。あとはね、大本命の次、サブ本命。サブ本命っていうか、まあ欲しい、もちろん欲しいんですよ。欲しいやつとしては、SB のね、ドジャースだったりとか、ウィメンズのジョーダン1のですね、シェニールですね。それと、まあ、ジョーダン1のローのですね、ブラックトーンの UNC。まあ、この辺が、ぜひともね、欲しいというような、まあ、感じでね、応募の方させていただきました。まあ、ただですね、皆さんはもうね、ご存知かと思いますけども、リバースモカーに関しましては、まあ、別企画、別動画でね、リアル中継というかね、リアルで結果報告をお届けするっていう動画の方で、結果の方ね、もうすでに公開しておりますので、気になる方はね、ぜひそちらの動画ちょっと見ていただければなというふうに思っております。ということで、今回ね、リバースモカーを除いてですね、残りの6足の中から、果たして、辻さんは何足、まあ、サブ本命、ゴッテムできたのかっていうところをね、まあ、一気にご紹介していきたいなというふうに思います。合計でね、6足今回ね、購入できました。なので、まあ、1個1個やってるとちょっと時間かかっちゃうので、2足、2足、2足ぐらいでね、3パターンぐらいでもう、バーン、バーン開けて、バーンって紹介して、をやっていこうかなと、はい、いうふうに思っておりますので、どうぞ最後までご視聴いただければと思います。そしたらね、一気にまずはね、2足、開封していきたいと思います。はい。はい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 、はい、リバースモカの裏でね当たったやつですよ。じゃじゃんと、はい、そうね、母親プレゼント品ですね。母親プレゼント品、はい、開けます。はいはいはい、あれかな、あれですね、きっとね。はい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 、あ、かっけえじゃんこれ。めちゃめちゃかっこよくないですか。なのに今ね、結構定価割れてますよねこれね。めちゃめちゃかっけえぞこれ。まあいいや、とりあえずね、2足ちょっと1回開封しましたので、じっくりとね、ディテールの方見ていきたいと思います。はい、開封1足目はこちらになります。2022年7月21日発売、ナイキウメンズダンクローネクストネイチャーカリーブラウンになります。まあこちらね、まあ言わずと知れたスニーカーズのトラビスコットリバースモーカーの裏側で、白のね、ナイキアプリの方で同じ日の同じ時間にね、発売になったものです。サイズは 24.5 ですね、ウメンズ。こちら動画内でね、母親にプレゼントしようと思って、母さん当たったよと、やったよと、うちの母親ですね、画像を見てこの色嫌いと早速ですね、今現物初めて私これ開封したんですけども、なんと、もらい手がいないというような状況でございますよ。いや、悲しいっすね。まあ24センチで、うちの神さんも同じなんでね、まあ履けなくはないですけど、結構色味が強いですね、カリーブラウンのね。いや、でもすごくメンズだったら特にかっこいいかな。すごい好きなカラーリングですね。で、まあこちらね、ムーブトゥーゼロということなので、環境に配慮したね、素材を使っているということで、まあレザーに関しても合皮ですね。全体的にやっぱ軽い感じですよね。いや、でもね、やっぱダンクといえば、この2色展開、このカラーブロックがやっぱ一番しっくりくるかなっていう感じはします。インソールも、ムーブトゥーゼロのインソールね。いや、かっこいいっすよ、本当に。開封2足目がこちらになります。2022年7月23日発売。ウメンズ、ナイキエアジョーダン1レトロハイオージー、バーシティレッドシェニールでございます。こちらね、スニーカーズの方から当選してから、約1週間ほど経っております。まあ、この動画、この撮影のためにですね、開封をせずにね、ずっと待っていたわけです。企画でね、どうしても見たい場合は、我慢できない男企画の方でね、開封しちゃうんですけど、まあ、これに関してはね、まあ、そこまで、ま、いいかなと。まあ、この、ゴッテムし続ける男シリーズというか、この、まあ、名前変わってるんであれですけど、この動画でね、まあ、見れればいいかなというふうに思ってましたが、めちゃめちゃかっこいい。びっくりした。
現物すこぶるかっこいい。これ今画像で見えているレッド、もっと濃いです現物ね。ほんとバーシティレッド、あの85とね、同じぐらい深い、レッドなんではないでしょうか。まあ皆さんね、ここのまあこれシェニール生地なんですねっていう名前から来てるんですね。これ過去ね、あのシャドウのアレリメイ、あれもね同じようなね数周だったと思います。で同じくコーデュロイのね、まあこれシュータンコーデュロイですけど、同じような素材をね確か採用されてて、まあライニングがね確かあのダイヤモンドカットの素材だったような気はするんですけどね、シルクっぽい感じのね。まあそれでもこれ、このなんだろうな、ミッドソールのね薄いセールカラーであったりとか、ここのグレーの部分ね、まあ強いて言うなら全部グレーで良かったかもしれないし、グレーを逆に使えない全部ホワイト、要は2色展開でも良かったかなっていう気はします。インソールが赤い紐がね白で、インソールがグレーなんですね。なんかに似てるなってずっと思ってたんですけど、あれ似てないですか、あのニュービギニンズパックのエアシップと一緒に入っている85シリーズの、ホワイトレッド、あれともうこれね横比べてみてどうですか。パッと見あんま変わらないんじゃないですかねっていうぐらいめちゃめちゃ渋い。いやこれはちょっと何足か買っておこうかな。うん、これは欲しいっすね。はい、それでは2回転目いきましょう。はい、未開封でございます。はい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 、見たかったやつ、これ見たかった、これですよこれ。うわっうわっ、かっちょいい、めちゃめちゃかっこいい MLB シリーズドジャース。まあ、ちょっとね後でじっくり近くで見たいと思います。あ、はい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 、よいしょ。はい、3足目がこちらになります。もう説明不要ですね、カリーブラウンでございます。はい、そしてサイズがメンズ 26.5、 ウィメンズ27ということで、私のサイズでございます。でこちらですね、あのリバースモカのですね、撮影時にナイキアプリの方のね、このカリーブラウンの当選報告も結果皆さんにお伝えしていたわけですよ。で全ての撮影が完了した後に気づいたんです。撮影カメラね、今これ撮影してるカメラ、これうちのカミさんのねアプリが入ってるんですけども、カミさんの携帯なんでね、ナイキのねカリーブラウンの結果この端末だけ見るの忘れてたんですよ。で全て終わった後にふとねナイキ見た時に、いきなりおめでとうおめでとうっていうあの画像が出てきて、私のねマイサイが当選していたと。まあ危なくね母親と、まあおそろになるところだったんですけども、まあワンチャン親父にあげてもいいかなっていうところは思ってたんですが、まあ母親がねこちらちょっと拒否されましたので、私ちょっと履こうかなという感じですね。まあいいや、これはちょっとねもう置いといて、はい、開封4足目のね当選品はこちらになります。2022年7月22日発売、ナイキ SB ダンクローロサンゼルスドジャースディープロイヤルブルーということで、これが見たかったんすよ。サブ本命ですよ、言ってたやつ。ちゃんとしっかりね辻さんゴッテムしておりました。いや深い、あのほんとこれもね今画像で皆さんテレビを通してね見られている色とはちょっと違うと思います。もう2トン3トンぐらい落とすぐらい結構深みのある濃いブルーですね。ほんとロイヤルですね。でヤシの実、ヤシの実じゃない、ヤシの木、はい、シューレースの先端もこういう風に白くなっていて、こっちがウェルカムですよ。そしてまあ MLB のね共通の遊び心あふれるこのねガムソールのガムを踏んだバブルガムみたいなね、はい、いやーすごいシンプルでやっぱいいっすね。このなんだろう、ツートーンなんだけどもアウトソールがこのガムソールっていうところの部分も含めて、いやめちゃめちゃかっこいい。これはね跳ねますわ確かに。いやーよかったー。最後のターンですね。はい、これも一気に開けていきたいと思います。未開封でございます。さあ何が来る、もう大体ね皆さんお察しの方もいるんではないかなと。はい、来ました。はい、サブ本命でございます。いや今回ねちょっともう一気に開けちゃおうかな。はい、未開封。でかっでかっ、こんなに差があります。すごい、見ましょう。きたー、かっけー、これはやばいって、かっけー、えぐい、これはかっこいいわ。いやこれはちょっとねしびれたな。ちょ
ょっともう一足、もう一足ちょっと見よう。かっけ、あかっけ、めちゃめちゃかっこいいぞこれは。えーぐ、まあそれにしてもね、サイズ感なんか間違えてんじゃないかな、ナイキさん。あの箱でかすぎ、ほんとハイカットの箱ですよこれ。まあいや、ちょっと皆さん近くで見ていきましょう。開封5足目の当選品はこちらになります。2022年7月29日発売、ナイキエアジョーダン1ロー OG ブラック&ダークパウダーブルー UNC でございます。ということで、こちらもね、当選してから、1週間は経ってないですけども、4日5日ぐらい経ってるのかな。もうこれはね、もうそんなじっくり見なくてもわかるかっこよさ、なんじゃこりゃっていう。で、私ね、これすごく迷ったんですよ。今回ね、これ私のマイサイ、メンズ 26.5 なんですよ。で、ちょっとね、企画としてやりたいなと思ったのが、過去ね、私、ウィメンズとの比較っていうのはね、3、4回やってるんですよ。で、まあ、ジョーダン1ローに関してはね、やったことなかったっていうところも含めて、素材感とかね、ディテールも若干違うんですね。あの、画像上だと。なので、現物をちょっとやっぱ見てみたいということで、はい、こちらね、6足目の当選品、こちらサイズ皆さん見てください。ウィメンズの27なんですよ。 UK7.5 って書いてますよね。はい、こっちも UK7.5。 そう、メンズの 26.5 とウィメンズのね27というのは同じサイズなわけです。あのナイキさんの公式のサイズ表記でね。なので、ちょっとね、もうパッと見た感じ、ディテール違うんですよ。もうこれはもう明らかにウィメンズとメンズ仕様で、あ、違うなっていう感じがあるんですけど、これちょっと別企画でね、じっくりと、いろいろな場所計測したり、近くでね、ちょっと見ていきたいなというふうに思いますので、ぜひね、そちらウィメンズとメンズの比較表も新たにね、バージョンアップして作りましたので、ぜひね、そちらの動画も見ていただきたいなというふうに思います。ということで、7月度の当選確率としましては、ジョーダン1ローのね、ウィメンズ、これがね、ちょっとベースに今回入っておりませんでしたので、総合計で8足に抽選応募しまして、あと、あれですね、カリーブラウンに関しては同じ品番が2足ということなので、一応1足というふうにね、させていただいて、合計5足がね、当選したということになりますので、当選確率 62.5% と、はい、いう結果に終わりました。辻尊チャンネル。いや、ドジャースかっけー。いや、ま、今回ね、あの、トラビスのリバースモカイ以外でね、どうしても欲しかった大本命のうちのね、一つ、ダンク SB ドジャース。これについては、よいしょ。よいしょ、ということでね、ニューヨークメッツ、フィリーズ、はい、3足、揃いました。いや、これね、もう収集癖なんですよね。コレクターってやっぱね、こういったところなんですよ。だから、これどれか一足手にするだけでも、他欲しくなるっていう話なんですよね。だからね、これ多分便乗してこの辺も全部ね、一体で、上がっていくと思います。いや、もう本当ね、すごく嬉しいですね。まあ、今後もね、MLB シーズンに関してはね、まあ、全力で狙っていきたいなというふうに思っております。あ、そうそうそう。あとですね、先日の動画で、まあ、フィリーズのね、これ、今が買いでしょっていう話、もう結構上がってきてましたね。で、その時に個体差でブラウンペイズリーをですね、5足かな、いろいろこうチェックしてご紹介したわけですけども、ダンク SB のね、個体差すごく気になってですね、実はですね、フィリーズもう一足と、まあ、ニューヨークメッツに関してはね、これスニーカーズで当選していたので、合計ね、まあ、フィリーズが追加で1足と、ニューヨークメッツ2足。ちょっとこれもね、中足含めてね、ちょっと個体差見ていきたいなというふうに思いましたので、ちょっとこの後ね、さらっと、個体差見たいと思います。はい、ということで、まあ、個体差ね、まずね、ちょっとドジャースに関して1足しかないんであれですけども、まあ、作りはね、基本同じだと思うんですよ。で、まあ、中底ね、前回中底の糸、これね、左右で色が違うとか別個体で色が違うっていうのがありましたけど、まずね、ドジャースに関しては両方とも左右、中底のね、縫い糸に関してはまあ白と、はい、まあ、これもね、ちょっと個体差比較してみたいなとは思いますけども、でフィリーズですよ。フィリーズ早速ね、前回のブラウンペイズリーよりもちょっとすごいかも。はい、こちらも中底ね、左右ともに白ですね。皆さん見えますか？はい、白でございます。こいつすごいっすよ。まず、一足目こちらがね、見えるかな？深緑色なんですよ。左足が。そして、こっち、右足が、ブルーでございます。なので、白と緑とかじゃなくて、緑と青ですね。すごいっすね。だから結構ダンク SB に関しては中底の糸って、結構、左右でバラバラなんじゃないかなと。
製造年月日もね見ましたけども、同じ日なんですよ。うん、同じ日なんですよね。なのにもかかわらずね、このようにね縫い糸が左右でまあ違うと。まあこれはもう個体差というよりはナイキクオリティなのかなっていう気もします。でまあニューヨークメッツ、まあこれちょっとハイカットなんでね見えにくいかもしれないですけど、見えにくいな、そうなんで見えにくいかもしれないですけども、こちら左足ブラックですね、中底の縫い糸がね黒です、黒。そして右足がはい白ということで、これもね左右で個体差縫い糸ありました。もう一足の方が今度ねもう鮮やかなグリーンでございます。こちら右足。鮮やかなグリーン。はい。こちらも鮮やかなグリーンということで、ここにね、ある、まあ、ダンク SB だけでも、こちらがね、白白、深緑青、黄緑、黒白。まあ、こんな感じでね、縫い糸のね、まあ、個体差、ナイキクオリティと言っていいんでしょうか。そういった部分のね、違いがございましたのでね、まあ、自分がね、持ってるものと、他の人の、まあ、中底の縫い糸違うよ、というふうにね、思われた方、全然個体差でございます。でね、ダンク SB 結構ね、こうやって個体差見ていくとすごく面白くてですね、実はですね、この他にも、ダンク SB、まあ、その一足の種類ですけど、大量に購入しております。まあ、それに関してはね、次回以降、このスニーカー買うなら、今でしょのね、シャープ4、まあ、5あたりでね、ちょっと動画公開したいなと思っております。まあ、それプラス、その個体差という部分でね、そのダンク SB、ご紹介したいなと思いますので、大量に買ったダンク SB が何なのかっていうところも含めてね、楽しみに待っていただければなというふうに思います。ということで、本日の動画は以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。